目指す国家像についてです。自らがリーダーとなってどのような国家を作るのか。一人一人に居場所があり、一人一人が幸せを実感できる国、こういう国を作らなければいけない、そのように思っています。強い社会というのは誰かを犠牲にしない社会です。誰かを犠牲にして成り立っている社会は弱い、そういうものです。生活保護を受ける方は少し減った、だけども生活保護の受給世帯は増えている。一人きりで寂しく暮らしておられる単身世帯の方、朝モーニングサービスも食べられなくなっちゃったね、カラオケも行けなくなっちゃったね、限界集落に住むお人しおり、あるいは過重労働に苦しむ人、非正規の人、シングルマザーの所得は先進国最低、男女間の所得格差も先進国第2位です。被災地の人、どんな思いでいるだろうかということです。そのように自分の居場所がないという方々が大勢いらっしゃる。そういう方々に居場所を持っていただきたい。そういう方の持っている力を最大限に引き出していきたい。それが新しい国の社会だ、在り方だ、そのように思っています。そして一人一人が大切にされる国でなければならない。格差が広がっているってことは、私のことを国は分かっているんだろうかということです。このコロナはいろんなことを我々に気づかせてくれた。地方でも十分に教育が受けられる、地方にも雇用と所得がある、そういうことが新しい社会です。このコロナをきっかけとして、一人一人が居場所がある、一人一人が大切にされる強い社会、そういうものを私は目指してまいります。第二次安倍政権発足以来、今日まで内閣官房長官として日本経済の再生をはじめとする重要課題に真剣に取り組んでまいりました。その結果として経済は政権交代以降まさに格段に改善した、このように思っております。そうした中で当事者としてコロナウイルスが発生をいたしました。政府としては欧米諸国のように爆発的な感染を何としても防いで、国民の皆さんの命と健康を守り、その上で社会経済活動の両立を目指して取り組んでまいりました。そしてこの危機を乗り越えて、デジタル化やあるいは少子高齢化対策、こうした直面する課題にその解決に取り組んでいきたい、このように思っています。私が目指す社会像というのは、自助、共助、公助、そして絆であります。まずは自分でやってみる、そして地域や家族がお互いに助け合う、その上で政府がセーフティネットでお守りをします。さらに縦割り行政、そして前例主義、さらには既得権益、こうしたものを打破して規制改革を進め、国民の皆さんの信頼される社会を作っていきます。論語とそろばんと書きました。これは皆さんご案内のとおり、日本の資本主義の父渋沢栄一の著書の署名であります。要は今の時代にふさわしい日本に適した資本主義を作っていこうということであります。渋沢栄一、来年の大河ドラマで取り上げられる、あるいは24年には1万円紙幣に肖像が取り上げられる、注目を集めていますが、ポイントは倫理と利益の両立、
一部の利益の独占ではなくして国全体の利益を大きくしていく、これがポイントであると思います。利益を追求する、新自由主義といわれる、資本主義、近年さまざまな批判を浴びてきました。今はやはり個人に注目し優しい、そして公益にも資する、持続可能な、資本主義を考えていかなければならないと思います。そのことによって格差の問題あるいは分断の問題、こうした問題に、しっかりと向き合い、そして成果を上げていく、こうした取り組みを進めていかなければならないと思います。今国際的にも ESG 投資ですとか SDGs ですとか、こうした環境をはじめとする公益に資する資本主義のありようが議論されていますが、日本においても今申し上げた形で格差や分断にしっかり向き合う、そして多様性を認める、そして国民の一体感をしっかりと感じられる、こうした経済や社会を作っていきたいと考えています。以上です。